メリークリスマスです。今日はお父さんも浮かれてます。僕にもプレゼントあるのかな。こんにちは、あさりおんチャンネルです。そしてメリークリスマス。おこたで寝てたのに、去年のクリスマスに、40年ぶりにピアノを再開してほぼ1年が経ちました。皆さんがこの拙い練習の報告に付き合ってくださったおかげでここまで来れたと思います。ありがとうございます。もうすぐクリスマスなので、クリスマスソングを弾いてみたいと思います。ギターも一緒にやります。せっかくプリビアがいろんな音色を持っているので、教会音楽クリスマスに合うパイプオルガンの音色とピアノと両方弾いてみたいと思います。曲は有名な清子の夜です。この清子の夜は毎年クリスマスにオーストリアの聖ニコラス教会、サントクロス教会のあのフランツ・グルーバーさんという人が毎年、クリスマスの歌を、賛美歌を作って発表してたらしいんですね。その時にあの歌われた曲の一つらしいんですけど、この年はパイプオルガンがネズミに食われたということで、多分不意ごとかどっかを食われたのか、作曲者のフランツ・グルーバーさんは初めて演奏するときはギターで演奏したという逸話が残っているので、ギター弾きとしてはとっても嬉しい曲なので、今日はパイプオルガンの音色とギターで演奏したいと思います、はい、プラス普通のピアノも弾きます。ピアノの音もやります。そこはちょっと賑やかに賑やかに、はい、はい。Thank you.
っていうことで、あの気づかれた方もいらっしゃるかもしれませんけど、今聞いてもらったメロディー一部、今の賛美歌とか、街中で流れてる清子の歌とメロディーが違ってるの気づかれたでしょうか。ちょっと聞いてもらって、はい、ちょっと最後は今のやつに戻ってしまいましたけど、で行くのが、これが原曲ですね。なんていうか、どこで変わったのかわからないんですけど、最初に発表された時は、しっとりした感じですよね。もっと、はい、今よりももっとしっとりした曲。うん、でも、跳ねてる部分もあって、ポップスの、今のポップスのような感じの部分もある曲でした。うん、はい。随分と、音によって曲調が変わりますね。やっぱりこの曲、ピアノ、どっちかというとピアノよりもパイプオルガンみたいな、オルガンの音色の方が、まあ、合ってるなと思いました。賛美歌って、まあ、全体的にオルガン向きだなというふうに思うことも多いんですけど、ギターとも相性がいいですよね。弦の音とも賛美歌とかクリスマスソングは合ってるんじゃないかなと思います。10年ぐらい前まではこの時期になると毎週とか週2回ぐらい賛美歌でクリスマスソングを弾きまくらなきゃいけなかったので、うん、結構上手だったんですけど。自分で言う？久々に弾いてみると失敗ばっかりしてます。なかなか指が練習しないといけないですね。私も練習来年もします。今年はあと1回、そして新年からも続けていく予定なんですけど、実は我が家、この冬のシーズンは一番忙しい時になってしまうので、もしかするとしばらくお休みになるかもしれませんけど、ぜひ来年も続けていきますので聞いてやってください。はい、よろしくお願いします。本当に、お付き合いくださってありがとうございます。モチベーションを保つのに大変やっぱり、役に立ちました。応援いただきました。本当に感謝しております。来年はもうちょっともっともっと練習して上手になっていろんな曲を弾いていきたいかなと思います。練習曲だけじゃなくて曲も弾けるように精進したいと思います。ありがとうございます。オルガンの音が気持ちよくてうとうといつの間にか馬小屋に。今日救い主がお生まれになりましたって天使がマリアさんに告げてました。羊さんやお馬さんとワンコの僕もそこで幸せな気持ちになってたら、お散歩行くよってお父さん、パッと起きたら目が覚めました。小さなイエス様のお顔を見たかった丸なのでした。良いクリスマスとお正月をお過ごしくださいね。次もまた見てくださいね。メリークリスマス。メリークリスマス。良いお年を。